Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. No face, no case. Bet I hit the first night, first date. Put that thing all on my face. Do what I say, what I say. Noに送り出した名古さんと木村さん、子供たちが今ない職業に就く可能性なんです。テレビ出てましたね。8時15分からダメですよ。弱者の味方にするのが政治。口発表で発表おまけに発表借金1億バツ1個持ち。だから山本太郎の顔しか見たくないの今本気の。弱い者の味方のことを言ってるような気がするんですよ。求めてることだし、俺ができることならばくっつけたいと思ったんです。一部悪い兵隊もいたっていうのはこれは事実ですから、それはなんですけど、パチンカさんとかカジノ、これモノズン人の懐を狙ったカジノ産業だっていう、それを受け継いでるの安倍政権。また日本を解体しますと、もっと努力してるんでしょうけど、まあ、いいお店をやってますね。かたくななまでに真摯に本気でやってます。でひっくり返す必要もあります。私たちの手の中に未来はあるぜ。もう法人税も、法人税が累進課税方式でどんどん取った方がいいと思うんです。ニュアンスが変わってきちゃうじゃないですか。 5% 減ってます。ただアメリカの現状ってのはもう失業者も朝が来ちゃったじゃないですか。朝を待つ男です。待ってるよと山本さん、これしかいないから。やっぱ俺も出るしかねえんだよな、これ。山本さん、アディオス。待ってろよ、筑波に来る山本太郎にミライダーマンがどう質問するか。見張ってなきゃいけないんです。だから今日はケツ叩きにの稲庁舎2階にて、今野党が弱すぎるんです。連邦もダメなんですよ。連邦が肥料が自慢でございます。ではアディオス。一人あげばよーくいきましょう。では本日も俺ってバカだな。じゃあ財政破綻っていう話どこ行くんですかってことなんですよ。だってギリシャ、どうぞ。あ、マイクですか？マイクが欲しい。消費税をぶっ潰せって書いてありますね。ありがとうございます。はい、どうぞ。聞こえる？ダメ。まさかの着ぐるみの人が喋ろうとしてますか？山本さん、はい、セフィス、今日で4回目です。そうですか。はい、自分なんでこのミライダーマンっていうの生まれたかっていうと、世の中の大人がねテレビつければみんな言い訳してちゃんと責任も取るやつがいないんですよ。あべこべ政権のようにね、アホ大臣のように。でそういうのを見た子供たちがねがっかりして引きこもるよ。はっきり言って夢がない。で大人がね夢を与えなきゃいけないと思って、俺は嘘でもね、だから君たち子供が作る未来はミライダーマンが来た未来っていうのは君たちが世の作った未来から来たんですよ。その未来ってとてつもなく幸せで愛があふれた未来なんですね、山本さんが目指しているような。で山本さんね本当に怒りがあるの分かるんです。僕も安倍にすごい怒ってます。許せません。でもね怒りじゃ世の中変わんないですよ。本当に政権取るならばですよ、あと5割の方を動かさなきゃいけない。消費税絶対なくさなきゃいけないですよ、これ絶対本当。でもね愛で動かすしかない。100万人の引きこもりの方聞いてる？投票来いよ、変えられるから。自分たちの力で変えられるんだよ。100万人、30万人の自殺未遂者聞いてるか？自分たちの力で変えられるんだよ、絶対に。
いい？人のせいにするのもやめね。安倍のせいだ、あいつのせいだ。世の中の社会問題のほとんどの根源は我々の心の中にあるっていうことに気づいてください。我々一人一人が人として本当に優しくなれた時、あらゆる社会問題は消えるんですよ。わかりますか？1分じゃねえよ。何を話してるかわかる？すいません。政治も何もいらないんですよ、本当は、はい、一人一人が気づけばいいんです。でそうなった時にみんな選挙に来てね、はい、安倍政権なんか生まれるわけないんです。自民党に入れるわけないんです。本当に優しくなるわ。だってみんなね、民主党自民党どのぐらいのね政党交付金いってか分かる？350億円。これ皆さんからの税金ですよ。知ってますか？すいません、知らないだけでしょ。もしもし、はい、いいですか？すいませんね、YouTube の途中で広告入ってるの気分になりましたね、皆さんね。頭きてる。もう、いいですね。熱い思いを持った方で、もう政治家になった方がいいよ、本当に。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。未来を頼んだぞ、未来ダーマン。すいません、最後まで未来ダーマンでいてほしかったんですけど、中の人がいきなり出てきちゃってっていう展開ですね。着ぐるみを着てくださったんですけど、ありがとうございます、熱い思いを。なっちゃってんね。でも野口五郎と最終的に似てなくね。いいんだけど笑う。もう本当に運転検事大好きだよ。歌はいいよ。俺なんか毎日楽しいもんね。これ地獄。商店街、商店の。またこのローム。緊急です。お願いします。私のテーブル、はい、はい、松田優作さんに似てる。障害者2級頑張れ。ダンス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 。12月17日、本日もでも高木は幸せなんでしょ。熱き情熱家です。やっちゃいました。優しくするね。15年間かわいそうだったね。そうだよ、臭いって言われたら行かれちゃったんですよね、頭が。言葉あるしてっから思う。いや、ケンちゃんのことかまってるのがダメだって言うんじゃないの。ケンちゃんをかまってることによってうちのやばいって。これケンちゃん想像もできなかったでしょ、この間まで来るなんてこと。そうですね、すごい。ほらこれ一緒に撮ろう、はい、写真撮ろうか。じゃあすごい、あ、いいやん。本気の坂です、坂です。けんちゃん、あ、ライン来た。これは波、これは恵み。